コスメデコルテのアイグロウジェムスキンシャドウ。かなり人気のコスメですが、私は良さがわからなかったです。かなり期待をしてましたが、発色が悪く目立たず、可もなく不可もなくでした。ネイルしてる人には絶対おすすめしない。ブラシじゃなくて指で塗るタイプだから、爪長いと使い物にならん。でも使い勝手以外では完璧だと思った。グラデーションがしやすく、肌なじみもいいので落ちない。時間が経った時に二重の溝にたまりました。指で塗りやすいので、メインで使うというよりかはベースとして使うのが良かった。資生堂のエッセンススキングローファンデーション、最近話題になっていたので買ってみました。自分の肌を極力隠したいって人には向いてないかな。カバー力がいまいちでしたが、ツヤ感が良かったので、元から肌が綺麗な人やカバー力のある下地の上に使うといいかもです。ツヤ肌が初めて叶いました。マスクをするとどうしても崩れてしまいますが、崩れ方に関しても綺麗だったので問題なし。ただシミやニキビ跡までは隠してくれないので、コンシーラーは必須だなと思います。カバー力がないというより、素肌感を綺麗に出してくれるって感じでした。がっつり隠したい人には不向きです。ディオールのマキシマイザー、塗っておくだけでプルプルぷっくりになってマジで可愛いけど、ピリピリ感が少し強めかも。少し刺激はあるから、弱ってる時には荒れました。唇が乾燥しやすかったり、敏感な人には不向きかもしれない。タッチアップした時にもスースーは感じましたが、そういう商品だし、まあ買ってみるかと軽い気持ちで購入。実際に何日か使用した結果、唇の皮がむけてガサガサになり、乾燥によりシワシワな唇になりました。私自身そこまで唇が弱いってわけではないのですが、期待していた分残念だし悔しいです。コスメデコルテのコンシーラー、ディオールの方が伸びもよく、カバー力もあり良かったです。カレー肌のクマを隠そうとすると小じわに入り込んでシワが目立ちました。しっとり感はありますが、厚塗り感が出た。付属のブラシだとムラが残ったので、指やスポンジを使うと綺麗に仕上がりましたよ。使用感はコンシーラー自体がちょうどいい硬さで、肌にしっとりなじみ、かなり良かったです。つけやすいけれど、カバー力が今一つでした。塗った直後は隠れてもすぐ浮き上がってしまいました。めっちゃ爆売れしたメイクキープミスト、使用後と使用前での差がいまいちわからなかった。ただメイクの最後に振りかけると保湿される感じがあるので、その点は良かったかな。私も最初は効果なさすぎて腐って思いましたが、スポンジにかけてから使うと効果ありましたよ。保湿成分が加わる分、乾燥しにくく化粧が崩れにくくなるのかなと思いました。大事なのは保湿ですね。ヘビロテのアイブロウマスカラ、汗、水、皮脂、擦れに強くて長時間落ちにくいらしくて買ってみましたが、全然そんなことなかった。あと地肌につきやすく汚い感じになるのもマイナスかな。しっかりとした発色だし、色のバランスもちょうど良かったですが、リピートは確実にないです。ブラシ以外は完璧だった。うまく塗れる人にはいいと思うんだけど、私には難しかったな。しっかり色をつけてくれるし、汗をかきにくい冬にはもってこいのアイテムだと思った。眉毛は顔の印象をがっつり変える大事な要素だから、垢抜けた自然な眉毛を作れた日以上に満足です。コスメデコルテの導入液、正直これ塗った後の化粧水が馴染みやすくなる感じは皆無でした。大谷翔平選手が広告やってるやつ、それにつられて買ってみたけど、値段高い割には効果を実感できなかった。水分よりも油の割合が多いせいですかね。保湿力が私はいまいちだった。私が乾燥肌っていうのもあるかもですが、頑張っても夏しか使えないかな。正直コスデコ買うくらいなら、カネボウのクリームの方がいいと思う。保湿力って面でも一日中持続したし、保湿力のおかげで化粧崩れも防げたよ。厚生コスメニエンスのメイクキープパウダー、安いし話題だし買ってみたんだけど、がっかりしました。まず思ったのがすぐ崩れる。メイクを保つためのパウダーが崩れては意味ないので、あと乾燥しやすいので冬には向かない。粉があまりにも舞って服が汚れます。とにかくどこかしらは汚れる。それ以外は完璧かな。一日中マスクもつけても崩れなかったし、キメが細かいサラサラな肌になりました。ナーズのリフコプレストパウダーの宿命なのかもしれませんが、途中で割れる。高いってのもあって残念です。
使用感はとてもよく、崩れにくいしツヤが出るので良かったですが、その点を改善できたら完璧かな。めっちゃわかる。硬いから使うブラシによっては取りづらくて時間かかる。硬いくせに割れた時はさすがに萎えたわ。超高級クレドの下地、どの SNS でも肌が見違えるほどに綺麗になる、毛穴がなくなるって言ってて期待してたけど、期待以上にカバー力は感じられませんでした。もう少し欲しいな。クレドで満足できない人もいるんですね。個人的には直後に実力発揮というよりかは時間が経った後に実力発揮でした。本当に乾燥しないしくすまない。直後の仕上がりで言ったらこれ以上の下地はたくさんあると思ったけど、長い目で見ると群を抜いてこれが一番いい。時間が経った後の綺麗さが異常です。これが一番だと信じてリピートしてる。ティルティルのファンデーション、カバー力があるって話題ですけど、ただ厚塗りなだけではと思いました。しかも崩れやすくて毛穴や小じわにたまります。刺激もなく乾燥もなしで使用感は良かったけどリピはない。試してみるならミニサイズをおすすめします。旅行にも持っていけるような大きさなので便利だと思います。これ適量をつけるのが難しいですよね。量をミスると本当に厚塗りになります。ただ個人的には少量でもしっかりカバーしてくれる点が良かったです。そして崩れやすいのは厚塗りが原因かと。ツヤ感はほどほどなので、ツヤを求めている人には不向きかもしれません。 SK-2 の化粧水、綾瀬はるかさんのファンの私ですらきつすぎた。自分には合わないって覚悟を持って買うべきコスメかな。水のようにパシャッとした化粧水、 SK-2 にしないといけない理由が見当たらないので、正直リピはしない。値段の割にはいいと思えるポイントがなかった。正直広告費にお金かかって製品自体の質はそうでもないのでは。 SK-2 とかドモホルンリンクルで肌荒れ起こしたって人の割合がえぐいのはガルちゃん見てもわかる。潤った感覚が全くなく残念。正直この値段でこれなら他の化粧水やらコスメやらを買った方がいいと思いました。私は肌荒れもなく、むしろ透明感が出てよかったですが、アルコールやビタミンのせいで荒れる人は多いかもですね。ド定番、ケイトのリップモンスター。私がターゲット層ではない30代だからなのかな。確かにスルッと塗れて発色も良かったけど、時間が経つと乾燥と皮むけがひどいです。そして色もすぐ落ち方的にもムラになるので正直汚いです。なぜこんなに人気なのか謎。期待して買うと痛い目見るかな。私は色落ちはそんなにしないなぁと思いましたが、乾燥は完全に同意。唇がカサカサになりやすかったです。もう少し濃くつけたくて2度塗りするとムラになる。人気で爆売れしてても悪い側面はやっぱあるのね。デジャビの塗るつけまつげラッシュアップ、ブラシがとても小さいので小回りが利き塗りやすく、ダマにならないのは良かった。ただ長さやカールを求めている私には物足りなさを感じてしまった。ナチュラルメイクを求めている方や学生さんにはいいと思います。あとは初心者、これは本当に塗りやすい。ブラシは確かに小さいですが、ペラッペラで固定されておらず塗りにくかったかな。確かにダマにはなりませんが、色のノリが薄すぎるのがイマイチだった。逆さまつげには特に向いてなかった。ボリューム感がないので下まつげ用に使った結果、自然で良かったですよ。エリクシールの化粧水、しっとり感と浸透力はいい感じでしたが、肝心の美白効果が1ミリも感じられなかった。それ以外は満足できる化粧水でした。とろみのあるテクスチャーで乾燥を感じません。使い始めは皆さんのおっしゃる通り、とろみのある使用感でもちもち肌になり、リピ確定だなと思っていましたが、半分使って急にアルコール臭が気になりました。しかもピリピリという刺激も感じるように。なぜでしょうか。大人気のラロッシュポゼ、日焼け止めの効果も最強でトーンアップもできて最高でしたが、私の肌だとなぜか浮くというかガサつくというか、塗った直後でも違和感を感じました。あと伸びの悪さが気になったので、部分的に塗りたい場合の下地として使うのがいいかも。私も謎のポロポロしたカスが出ます。他のコスメが原因かなと思っていましたが、他の方も言ってたのでこれかと。敏感肌向けの優しい成分らしいので買いましたが、ポロポロ出すぎで残念。これがなければよかったのにな。
個人的にはギラギラしすぎな点が気になった。もう少しマット感ないとマジでギラギラの肌になる。クレドのクッションファンデーション、もう少しカバー力と密着度が欲しいかな。ムラができやすく、時間が経つと毛穴が目立ちました。シミを隠したいならコンシーラーは必須です。パウダーをすると大丈夫そうでしたが、クッションファンデにした意味がなくなっちゃうのよ。クッションファンデに共通することですが、リキッドより圧倒的になくなるスピードが速い。塗った時の肌のツヤはさすがって感じでしたが、もうちょい安くしてお願い。リピすると破産します。セザンヌのリップカラーシールド、とにかく発色がクソでした。何回塗っても色がつかない。ツヤの感じと塗り心地には大満足でしたが、あまりにも塗る意味を感じられませんでした。保湿力もあって縦じわもできなかった分残念です。どちらかというと自然なメイクをしたい人に向いていますよね。発色を求めて買ってはいけないかと。薄付きな分非常に上品な口元に仕上がりましたよ。年を取ってからはこれくらいがちょうどいい。セザンヌのパールグローハイライト、超ギラつく、デパコス並みって言われていた分期待しすぎちゃったかな。めちゃくちゃ光らせたい人にはおすすめだけど、発光してるくらい光りますよ。ハイライト系は直接つけるんじゃなくて手にのせてからつけると自然に仕上がりますよ。私はそのやり方で塗りましたが、セザンヌのハイライトでも同様に効果を実感しました。直接塗るのはやめて。キャンメイクのクリーミータッチライナー、にじまないと評判だったので買いましたが、がっつり染みました。とても描きやすかった分残念でした。にじまない人にとっては最高なんだろうな。羨ましい。色味が優しくて垢抜けた分にじんでしまって残念でした。超好みな色味なんだけどな。ディオールのリキッドファンデーション、クレドに比べるとカバー力もなくパサつき、指でやるとフィット感もいまいちでした。クレドと比べちゃダメよ。自分に合った下地や量を工夫すると綺麗な仕上がりになり崩れませんでしたよ。個人的にはカバー力もこの上ないくらい良かったけどな。毛穴落ちもなかったし。マックのこれ、確かにキラキラして肌のツヤがすごいんだけど、塗ってる感がどうしても出るのが微妙だった。パウダーというかハイライトって感じの使用感かな。ハイライトとして使う分にはいいかもしれない。これってハイライトじゃないんですか？今までハイライトとして使ってたんだけど、めっちゃ自然なツヤ感で個人的には買ってよかったなと思ってます。目元とかにも使ってます。顔につけるようではないのでは？顔が光りすぎると思うのですが。ハイライトやアイシャドウとしても使えるって書いてましたよ。どっちでもいいと思います。話題のコスメに対する辛口レビューを紹介しましたが、どうでしたか？あなたの辛口レビューもぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。